はい、今回はですね、行列の回数、まあ、英語でランクと、ね、回数ランクと、について、お話ししたいというふうに、まあ思います。はい、でまず最初にですね、まあ、あの長方形の行列 A が与えられた時に、ね、そのまあ回数、ね、階段の数、ね、あるいはランクと呼ばれる数は何かと申しますと、まず長方形の行列ですね、もちろん正方形でもいいですが、 A をですね、簡約行列に行基本変形しますね、簡約行列に行基本変形します、まあ、これは必ずできたわけですけどもね、その時の簡約行列に現れる主成分の数ですね、これのことをまあ回数あるいはまあランクと言いますね。ですから A のランクっていうのはね、A をもう一回言いますと、簡約行列にね行基本変形しましてね、その簡約行列 の、 主成分の数ですね。ですから、まあ、主成分というのはゼロベクトルでないような行の数と、ね、いうふうに言ってもよろしいので、ね、ゼロベクトルでないような、まあ、行の数ですね、まあ、簡約行列の方のね、 A を変形して簡約行列にしたところでの、まあ、ゼロベクトルでない行の数ね、あるいは、まあ、主成分の数と、ね、言ってよろしいわけです。はい、でここで問題になるのはですね、皆さん連立方程式の時によくね、簡約行列に変形してもらってると思いますけども、ね、その変形の仕方というのは、まあ、無数にあるわけですけども、ね、そもそもね、2種類の簡約行列に、ね、変形できることはあり得るのかね、1つの行列 A が、ね、ある方法によっては、まあ、こっちの簡約行列に変形されて、別の方法で変形していくと、まあ、別の違うね、こっちの簡約行列に変形されると、ね、そういうことはないのかということは疑問になるわけですね。でもしそんなことが起こってですよ、こっちの主成分の数とこっちの主成分の数が違ったら、どっちを回数にすればいいんだと、ね、いうことになってしまうわけですけども、ね、実はですね、簡約行列に変形すると、まあ、変形の手順は無数にあるんですけども、必ずね、ただ一つに定まる、簡約行列に変形できるとね、まあ、A っていうのが与えられたらね、どういうふうに変形してもね、最終的にたどり着く簡約行列は、まあ、一つしかありませんと、いうことが、知られています。で、まあ、これが気になる方はね、教科書講義ノートの方にですね、証明書いてありますので、それを読んでいただければよろしいかと思います。はい、というわけで、今の不安は払拭されるわけでですね、A が与えられましたらね、 A を行基本変形して簡約行列にするとね、そしたらその簡約行列の、主成分の数でもって、行列 A の、回数ランクを定めるとね、こういうことです。はい、でランク A と、ね、いうふうに書くわけですけども、ですからですね、 A をね、ちょっとだけ行基本変形して別の 行列にしたとします ね、それを A' をしますからね、そうすると A' はもちろん A に変形した後に、ね、A の簡約行列に変形できるわけですよ、ね、ですから A' も、ね、A と同じ簡約行列に変形できますので、ね、A' と A の、回数は等しいとね、つまり、ね、A と、ね、A を行基本変形して、ね、別の行列は A' に、ね、A' ね、にしたときに、A の、回数と、A' の回数は、等しいと、ね、そういうことにこうなるわけです。はい、でそれでですね、じゃあそもそもなんでこんなものを考えるかということなんですけれども、回数の真の定義というのはですね、行基本変形で定義するというよりは、むしろその線形写像のところからこう出てくるわけですね。はい、でそれは線形写像、ね、というのが与えられてまして、でそれに対応する行列が A だったというふうに考えるわけですけども、その時ですね、回数というのは何かというと、その線形写像のですね、イメージ像と呼ばれる概念がございまして、これは微積分の方ではね、もしかしたら勉強してるかもしれませんが、ね、線形代数の方ではね、後期以降で勉強する話なので、ちょっと詳しい定義は省略したいと思いますが、線形写像が与えられていますね。でその線形写像のイメージね、あるいは日本語で像とね、呼ばれる、空間が、定義できるんですけれども、ね、そこの、その像のですね、次元、ね、ディメンジョンですね、像の次元、ディメンジョンの定義もまだしてませんから、ね、これは何も喋ってないことになるんですけども、その像の次元のことを、ね、線形写像の、ランクというふうに言いますね。はい、で行列のランクっていうのはね、それを翻訳したものとしてね、本当は線形写像の像の次元と、ね、いうふうに定義したいわけですけども、
これにはまあいろいろ抽象的なまあ話が必要になりますので、ね、まあ、あの学び始めた段階でこのような話をするとまあ大変なことになりますので、まあ、しょうがないからね、あの行列の言葉に翻訳して、ね、話を進めてみましょうと、ね、いうことになりますと、まあ、あの簡約行列というのを使って、まあ、あの表現定義せざるを得なくなると、ね、まあ、こういうことになっているわけです。でそれでじゃあ、今の知識の段階でですね、まあ、ランクを使って何を表現できるかっていうことなんですけども、ね、一つは連立一次方程式の解が存在するかどうか、ね、あるいは存在するとしたら任意定数の個数はいくつですかと、ね、いうのを、まあ、ランクを使って、まあ表現することが、ランクを使った式ですね、でもって、まあ記述することができます。はい。ただしですね、この式が成り立つから解があるとかないとかね、まあ、そういうことが言えるわけですけども、この等式をですね、覚えてもあまり意味がありませんね。というのはね、連立方程式がね、解けますとね、で、どうして解けるんですかね、こんな手順で解けますね、どうしてこんな手順で解けるんですかっていうことを説明できることが大切なのであってね、それさえ説明できればですね、そこから直ちに導かれる等式なんですね。ですので、その等式ばっかり覚えてね、実際の連立方程式の解き方ね、それをね、忘れてしまったんでは、まあ、何の意味もありませんし、まあ、それからまあ後期で学ぶね、連立方程式の解き方がね、こういうふうにして解いたからこんなことがまあ言えるんですよとね、いうような話が何度も出てきますね。まあそれらをまあ想定しますとね、まあ今これから話すですね、まあランクの等式を使ってまあ一応説明できるっていうことはあるんですけども、まあそれは別に覚える必要はなくてですね、覚えてほしいことはね、連立方程式はどうやったら解けるのかね、そしてなぜ解けるのかをまあ説明できるとね、いうことがまあ大切ですね。それをまあ忘れないようにしていただければとまあ思うわけですね。はい。でそれでじゃあ何が言えるかってことなんですけども、例えば連立方程式に解が存在するっていうのはどういうことだったかというと、方程式の解き方をまあ思い出してみないといけないんですが、まず A というね、AX イコール B ですね、AX イコール B というね、連立方程式が与えられていたとしましょうね。でこれどうやって解くかってことだったんですけども、それはまあ A とですね、B ね、この A、こっちの A と、こっちの B ですね、これを合わせた拡大係数行列というのを考えます、ね、でそれを、簡約行列に変形しまして、その時の状況によって、まあ、解が存在したりしなかったりしたわけです、ね、で存在する時にはどういう状況かというと、この最後の列ですね、もともとの B が変形されて、出てきた最後の列、ね、ここに主成分がなければ、解があるわけです、ね。でもし主成分があったら、ね、それは 0x1 イコール 0x2 イコール 0x3 プラスニョンニョンニョロイコール1という、ね、式になりますから、それはを満たす、ベクトルはないということで解なしということだったわけですね。ですから最後の行、ね、B を拡大係数行列の B に対応するところが変形されていって簡約行列になった時に、最後の列にどこかの行の主成分があったら、ね、解はない、ね、もしなかったら解はあるということだったわけですね。はい。ですからね、拡大係数行列をこう簡約行列にこう変形した時のね、この最後の列を除いた部分っていうのは、A の簡約化になってるわけですね。簡約行列のね、後ろを少しだけね、削っても簡約行列であるということは変わりありませんからね、拡大係数行列を変形した時のね、最後の列を除いた部分というのはこれ A の簡約化になっているわけです ね。そうしますと、ね、連立方程式に解があるというのはどういうことかというと、ね、最後の拡大係数行列の簡約化の最後の列に主成分がないということですから、主成分があるのはこの A を変形したところに限られているわけですね。したがって A のランク、ね、すなわち A を簡約化した時の主成分の数と、ね、A と B を合体させた拡大係数行列を簡約化した時の主成分の数、ね、これが等しい時に、ね、連立方程式は解を持つと、ね、これは解を持つということになるわけです。はい。そして、拡大係数行列を、ね、簡約化したときに、最後の列に主成分があったときね、すなわち拡大係数行列のランクが、ね、元の行列 A のランクのプラス1された状況だったときですね、このときには 0x1 イコール 0x2 イコール
プラスイコール0と、あ、1と、ね、いう式が出てきますから、解はない、ね、すなわち、ね、ランク A のランクと、ね、拡大係数行列のランク、ね、これが等しかったら、連立方程式は解を持ち、ね、それが等しくなかったら、ね、すなわち拡大係数行列のランクの方が、ね、A のランクよりも大きかった場合ですね、プラス1されていた場合は、ね、あの連立方程式は解を持たないと、ね、まあ、そういうことにこうなるわけです。それともう一つですね、まあ、あの任意定数の個数はどうなるのかということなわけですけども、任意定数の個数というのは何だったかというと、まあ、A を変形したところの、ね、列について、ね、主成分のない列ですね、主成分のない列を任意定数と対応する変数ですね、主成分のない列に対応する変数を任意定数と置くとうまくいったわけですね。ですからね、主成分の、ない列は何個あるかっていうと、ね、A の列の数から、ね、あの主成分の個数を引いたものですね。すなわち A の列の数マイナス、まあ、A のランクと、ね、A の列の数マイナス、まあ、A を簡約化したものの主成分の数、すなわち A の列の数マイナス A の、まあ、回数というのが、まあ、あの連立一次方程式の、ね、任意定数の個数ということになるわけですね。従いまして、特に、何ですか、連立一次方程式が、まあ、唯一解を持つと、ね、いうことの場合はどうなっているかといいますと、唯一解を持つということは主成分がないということですから、すなわち主成分の数、ね、A の列の数マイナス A のランク、ね、これがちょうど0になっている、ね、すなわち A のランクが、ね、A の列の数ですね、それに等しいと、ね、いうふうにまあ言い換えることができるというわけなんです。このようにですね、まあ、ランクという言葉を使いますと、まあ、あの連立方程式が解を持つか、ね、持たないかと、ね、それから、まあ、持つ場合は、ね、あの主成分任意定数の個数はいくつになるんですかと、ね、そして、まあ、あの唯一解を持つ時の条件は何ですかということがですね、まあ、ランクを使った式で表すことができると、まあ、こういうことになるわけです。はい。でしかしその実態というかね、なぜそうなんですかということまで考えますと、これは結局連立方程式のね、あの解法まで戻らないと、まあ、いけないわけです、ね、そしてその解法自体を今後もいろいろ何度も使っていくということを想定しますと、ね、まあ、今日お話ししたね、まあ、等式から何がわかるかと、ね、いう話は、まあね、まあ、そんな覚えることは必要なくてですね、ね、結局まあ連立方程式の解き方、ね、これを覚えていることがまあまあ最も重要であるとね、でまあ、その、まあ、副産物として、まあ、そのランクを使った、まあ、等式の話が出てきますけども、ね、連立方程式の、ね、解き方を忘れないと、ね、いうことを、まあ、まあ、肝に銘じてですね、まあ、学んでほしいと、ね、まあ、そのように考えております。